この前、しおり子とカフェに行ってきたの。生徒会の運営方法や考え方とかも聞くつもりだったのだけど、結局普通におしゃべりしちゃったわ。この間、ランジュとおでん缶を食べたんだけど、すごくびっくりしていたわ。やっぱり珍しいのね。今日のライブはいつも以上に情熱的に歌えそうだわ。クラクラしないよう覚悟しておいてね。パンクロックな衣装ってかっこいいわよね。なんだか精神的にもちょっと強くなった気がするわ。ミューズのダンス動画をチェックしていたの。君も一緒に見ない？ほら、もっとくっつかないと見えないわよ。今、新しいダンスの振り付けを考えているところなの。君の意見も聞かせてちょうだい。風情があって素敵な衣装よね。ライブをするのが楽しみだわ。わっしょいわっしょいなんちゃって。アリサがいるからかしら、妹に見られても恥ずかしくないようしっかりしなきゃって気持ちがいつもどこかにある気がするの。かなたは料理上手よね。もっといろいろ教えてもらいたいわ。この衣装を着るときは体を絞らなきゃっていつも以上に気合が入るわ。人魚姫は美しく悲しいお話。会いたい人に会うために何かを失わなければならないとしたら、私は何を選ぶのかしら。ホラー映画を見に行かないかってやめておくわ。別に怖いわけじゃないのよ。なぜかしらね、寒空の下で君と飲んだコーヒーのことを思い出すの。毎年クリスマスに子供たちだけで劇をしてるんですって。楽しそうに練習してるのを見てるとなんだかこっちまで笑顔になっちゃうわ。君にあげるプレゼントは何にしようかしら。じっくり考えて決めるわね。君にあげるプレゼントは何にしようかしら。マリから素敵なカフェを教えてもらったの。今度一緒に行きましょう。この前アリサから教えてもらったウサギさんの動画をマリに紹介したの。すっごく気に入ってくれたのよ。お願いがあって。あのね、今日のライブは私だけを見つめていてほしいの。ダメかしら。パフォーマンスをするときは歌詞の部分に合わせて表情も変えているの。そこも見てもらえると嬉しいわ。